演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら業務スーパーのココナッツアーモンドミルクとココナッツセサミミルクを飲みたいと思います。この前のフレアーフォーターはちょっといまいちだったんですけど、これはどうなんでしょうね。アーモンドミルクとセサミっていうのは聞いたことありますか？あまり飲んだことはないんですね。で、セサミミルクっていうのは本当初めて聞きました。どういう風に違うのかな。ではまずはアーモンドの方から飲んでいきましょう。確かに両方とも健康にいいようなイメージはありますけど、どうなんでしょうね。では、はい、入ります。アーモンドというだけはあるのか、ちょっと茶色っぽいですね、普通の牛乳と比べると。どういう感じになるのかな。これは楽しみですね。ちょっとこぼすの嫌なんで、ちょっと閉めるの待ってくださいね。こんな感じです。では飲んでみます。先日のウォーターは今一つでしたけど、こっちはいいですね。この味やっぱりこういうのが好きなんですよ。これはこっちの方が好みですね、自分は。だって香ばしいんですから、やっぱり香ばしさが重要ですよね、こういうのは。アーモンドミルクの方はアーモンドの香ばしさ結構しっかり浸透していて、それでもミルクのまろやかさもあって飲みやすくて美味しかったです。ちょっと失礼します。ココナッツ系の飲み物3種類の中ではこれが一番好みでしたね。香ばしさもあってアーモンドが好きな方にはおすすめできます。というわけでこちらの点数をさせていただきます。で、今一番お気に入りって言っちゃいましたけど、こちらのセサミミルクの方も黒ごまの香りは最後の方になると結構したんですけど、最初ちょっと足りなかったですね。まあ振ってくからと書かれていたので振らなかった自分のせいでもあるんですけど、もうちょっと黒ごまを感じたかったかな。ただまろやかさがあって、少なくとも先日のウォーターよりははるかに飲みやすくて美味しかったですね。なのでこちらの点数とさせていただきます。となると3種類のうちシンプルなウォーターが一番だったんだよな。これ何こうなると何か入ってる方が飲みやすくて美味しいのでしょうか。でそかがまうよ、駅近づくほど熱くなる。駅から何か熱気が出てるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。